ここからは関東大学アメリカンフットボールリーグ1部リーグトップ8、今年はチャレンジャーとしてやってきたと、そうしたところ、まあ、もう失うものはつもりで、今日はぶつかっていきたいとおっしゃってましたね。もう全てをぶつけるという、はい、風を味方につけるのかというところも注目ですよね。慶応のキックで試合が始まりましたが、いきなり狙っていきました。どうだどうだどうだ、こぼれたボール、この1年生ディフェンスライン、佐久田選手にもですね、ぜひ注目してほしいなと思います。なんでいく、大きな穴開きましたね。今日本当に3年生でよかったなと思う選手もいると思いますよ。来年はチームの中心選手になっていくと思います。さあパント蹴っていく、宮沢キャッチしてリターン狙っていこうというところ。この選手はスピードがあります。さあオープンに開いていく、こういうところ、こういうところ、こういうところですよ。走っていく宮沢、まだ行きます。ここで切り返してビッグリターンを見せました、背番号83番宮沢亮。ランでいく、多く入れるのかとか。さあ弾ない、ここはクォーターバックサック、成功しなかったですね。ファーストダウン更新まで残り6ヤード、はい、山田、ね、走っていく、抜けていった山田、ファーストダウン再び更新しています、はい、山田拓海出ずにですね、その場でしっかりキープできているんですよ、うん、だからタックルができたっていうのがあるんでね、この体の強さ一つ注目ですよね。近藤へのパスは成功、この近藤選手もいいレシーバーですよね。そうなんですよ。相馬パスでいく、インターセプト、リターンしていく、いいですね。増田ひろき、奥瀬の右足、どうだ、キックは成功です。先制したのはオーベリン大学、うん、ところっていうのをやっぱりこうどうやってアジャストしていくかっていうのが慶応義塾大学側の一つの課題ですよね。ミドルレンジへのパス通りました、はい、近藤城来ましたね、近藤選手走っていく、近藤ランアフターキャッチ、空いてるのでやっぱりまあここを突きやすくはなりますよね。相馬パス投げていく、パス成功、ターゲット背番号8番又平健人、いいですね。クォーターバック自ら走っていく、タッチだ、相馬弘樹パスでいく、コンタインターセプト、リターンしていく藤田海斗、藤田まだ行く、藤田コンターパスでいく、インターセプト、おっと藤田海斗、再び藤田、もう一歩で来ています。ここはランニングバック使っていきました、はい、おお中島走り込んでいきました、タッチだ、素晴らしい。相馬レシーバー探して投げていく、パスは成功、また平健人、ランでいく、中央走っていく、抜けていった、駆け抜けていってタッチダーン、背番号27番村上、コンタスイング、山田一人飛び越えていく、いいですね、思いますよ。そのコンタ奥投げていく、ロングパス、ここはうまくカバーしました。また平加藤と素晴らしい活躍を見せています。相馬、はい、コタバクサク来ましたね、坂本選手、坂本壮、慶応パントフォーメーションです。
高く上がったボール、あー危ない、落とした。このボールどちらが抑えるか、抑えたのは慶応、タッチダウンということ。フレッシュな状態の方が分はありますよね。コンタパスは成功、いいうまく取りました金子大成、はい、山田選手が入ってます。コンタ自ら走っていく、コンタ、コンタ一人かわして走り込んでいく、コンタ、ね、あの黙ったままじゃ終われないのがやっぱり桜美林大学でしょうから。セカンダン点です。奥投げていく、パスは成功、取って抜けていく、黒沢聖吾タッチダウン。試合終了間際、大きな大きな追加、ここは2ダウン、はい、試合終了です。関東大学アメリカンフットボールリーグ一部リーグトップ8、クエイト降格ということになりましたけれども、はい、4年生は引退をして、新体制でまた来年ね挑むことになると思いますけれども、トップで